は始まったのかな。しまった、これは始まってしまったのかな。数字覚えてます？いや、わからないです。え、始まってしまってんのかな。なんやこれ。え、なんや開業ってなんや。数字、通知、あ、わかった、通知、うん、通知これを押すんかな。あ、始まったと思う。あ、来た。お、来た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 。始まりました。何今。ツイキャスですね。松原谷氏でございます。これ今ですね、滋賀県、あ、滋賀県でもだ、S 県某所より、生中継でございます。松原谷氏の異界に泊まろうという、あ、こんばんは。あ、お前、あ、すごいいっぱい来るんですね。ちょっと今、ちょっと待ってください。はい、あ、いいです。こちらの方と僕リツイートしますんで。はい、あ、松竹芸能、松竹芸能、花井、あ、花井二藤平さんです。はい、おお、なんかいっぱい聞きましたね。ありがとうございます。花井さんの車でですね、滋賀県、あ、だから滋賀県言うたらあかんね。S 県某所に、もう言いますやん、もう絶対。S 県某所に来ておりますが、ちょっとね、すごい怖いとこに来ております。はい。すごい怖くて、今すごい怖かったですね、さっき。なんかゾワッと。さっきめっちゃ怖かったな。しましたね。雰囲気あるな、雰囲気あるなって。雰囲気ありありなんですけれども、ガタオさん、こんばんはっていうのをこれ言うんですね。あ、もうそれは、はい、これの言っていたら、あの、コミュニケーションが取れるということですね。これちょっとどっから喋ったんやろな。どこまで言っていいんやろ。はい、どこまで言っていいんでしょうね。とりあえず、まあでもそこ現地には来ていないです。はい、はい、現地には来ていないんですけれども、はい、現地の手前か、うん、まあ有名な心霊スポットになるらしいです。はい、で、なんていうんですかね、どこまで言っていいかわからんけど言ってええんかな。いや、だからその S 県の廃団地、廃団地、そうそうの近所、廃団地に、ね、行こうとしてるんですけれども、はい、まあ、もちろんその中に入ってしまうと多分行けないんで、うん、まあ、手前まで行こうかなということなんですけれども、ちょっと後ろ中映ってないから大丈夫かこれ。そういう怖さもあるんですよね。そのやめてください。その廃団地が、まあネットの情報ですよ。ネットの情報によると、うん、十数年前に、その一気に住人が全員いなくなったと言われておりまして、まあでもそれは都市伝説化してるんですよ。はい、ただそれプラス、その老婆の死体遺棄事件があったと、うん、いう情報もあってね。はい、で、あと、何だったかな、誰も住んでいないはずの廃団地に一人謎の住人がまだいてて、はい、で、心霊スポット巡りとして行った大学生が日本刀で切り殺されたみたいな、みたいな、ほんまかいなという、都市伝説かもしれないですよね、はい、っていう情報があると。んで、まあ、すごい近くまで来てね、うん、はい、で、そこに行くまでに、車を止めてこの山道、細い山道を進んでいかないといけない、はい、で、その山道、その廃団地に到達できる山道がどこにあるのかなと探していたところ、うん、パッと看板が出てきて、はい、殺人事件現場目撃者目撃者情報求むみたいなのが赤い文字で出てきて、うわっ ってうわってなりました。なのでちょっとね、今から
行こうかどうしようかと。まあこれあの すごい12人見てはるんですね今現時点で。ブレアウィッチみたいですね。 ありがとうございます。映像ね。ああほんまやね。最後じゃあもうこれガタンってなってわーってなんかカメラがガタンってなって僕らは何が起こったのかなみたいなになるんかもしれないですね。いやちょっと怖かったな今。どうします？どうします？あ一応これテストでやってるんで、はい、完全にこれは、あすごい。でも13人が見てくれておるということなんですけども、いやツイッターが、ツイッターはどうなってんの今。ちゃんとねその出てるんですよ。出てるんですか。それが出てたんでこういう風に出ましたんで。あすごい。でリツイートを僕のさせていただいて。あしてんの、はい、はい、でもリツイートこの画面怖いですよこの画面から始まってね、はい、でリツイートが今3ってなってるんですけど、あはい、そのねガタオさんもしていただいてます。ありがとうございます、はいはい、でもう一人カシューナッツ来ましたね。リツイートしてくれてますんで。カシューナッツリツイートしてくれてるな。ちょっとね、はい、いや僕カシューもあれやってほしいんだけどな。はい。バラバラ殺人どこ。いや今噂のバラバラ殺人のとこ。ああ、はい、ああ。どう。もう一回走らせます。ちょっとその、でその完全に交通ルールは守ってですけども、僕は助手席、僕運転免許持ってないんで花井さんは運転しますんで、はい、今からは電気も消すので、この逆側にすると向こう側が映る、はい、あこういうことか。でどうなんでしょう。あこれは雰囲気あるな。中この状態やったら中はもう全く見えない。あオッケーオッケー。じゃあちょっと動く、ちょっと動いてみましょうか、はい、じゃあ花井さん運転お願いしますね、はい。これでもな、ほんまに怖いな。怖いですね。あかん、ぶつかる。それは大丈夫です。最初、ほら危ない、入らないでくださいって書いてる。それはまあ危ない。あんまりその、はい、やばいなんか地名とか見ないから、映らないようにしたらね、はい、こうすぐパッと人のお家だとか、そんなのは映らないように。まずこの時間に、でも歩いてる人がいるわけがない、この雨の中ね。まあ、まあ、そうですね、はい、それが映った。うわー何このもや、白いのこのもやさ、前行った時も貝塚の肺病院に行ってみようって言ったら中入れなかったんですけど、道中急にもやがね、鉄柵、あこれ怖いな。いいですね。ちょっとコメントくださいね。一応お泊りキャスっていうやつに来てるんで、もうそう勘違いして見に来た人めっちゃ怒りますよ。そんなお泊りキャスってそんなただの本当ゲイ2人がいやワーキャー言ってるじゃないんすなりそうですけれども、うわこれね、どうしましょう。これでもあれやんな、こっちからやったら見えへんもんな。はい、だからあでその脇道、これやったっけ、これこのこういう全然見えてないと思う。全然見えへんけどめちゃくちゃ怖いな。じゃあ、はい、ちゃんと安全な場所で U ターンできる場所で、そうね、 U ターンしてちょっと看板も映してええんかな。いや、まあどのレベルかでちゃんと映らないと思うね、こんなに暗い。まあそうか、大地さんちょっとそこ気にしながら。そうね、ああここちゃうかったっけ。いやちゃうか。でいやここや、今のとこやっ違うんですよ。だから僕らが入り口やと思うところで谷さんがここやって言うてたところが墓地への入り口やったんですよ。そう、墓地への入り口やったのよ。まずあれがそうやな、あかんな。墓地なわけない、墓地なんあれ。あーちょっとねこれ地名が見えない。あでもこっから来たよな。はい、なんでこれ駐車スペースでしょ。はい、この近くですね。ここでボタンをさせていただいて、これはねどこかわからないですよ皆さんは。今見てくれてる方は、あ心霊で検索して来てくれました、ありがとうございます。無糖って何でしょうかね。谷さんのその、はい、紹介的な、私ですね、松原谷氏と言いまして、事故物件住みます芸人というのをやっております。人が亡くなった部屋とかね、まあ、いわゆる事故物件に住み続けるという芸人なんですけれども、
この一応ですね、あ、今日幽霊見ましたかと、去年の階段かけて行きました、 ありがとうございます。今年も出ますんでね、お願いします、来てください。ミーニャーさん今は何をしてるんですか。今はそうか、今来た人は分かってないわけですよね、はいはいはい、某 S 県の廃団地というんですかね、まあ、心霊スポットに行こうとしてるんですが、はい、ありがとうございます。誠さんのイベントで谷志さんのことを知ってくれ、やった、今年も行きますよ、ありがとうございます。全然見えてないですかね。え、これ看板まだやんな。いや、まだです。ここがそこの入り口っぽいですけど、その廃、まあ、某心霊スポットへの入り口っていうのが車では行けないと、で車で止めて歩いて行かないといけないんですけれども、いやでも今後行けないかもしれない、これ行けないな、封鎖されてて、うん、でその入り口が、何々墓地って書いてあって、違うね、我々は墓地に行きたいわけじゃない、ね、じゃないです。でも地図上で調べたらそこなんですよね。そうそうそう、廃集合住宅に行きたいんですけれども、ありがとう、お茶くれましたね、何でしょうかね、いいことなんです、ありがとうございます、はい、あ、階段か月、これまたもやね、このもや、このもや、まあ、で、この、この、あったあったちゃって看板来た来た、看板どうですか、見えてますかね、あの看板ですよ、あの看板が、その心霊スポットっていうのは、いわゆる住人が一気に消えたと言われているところで、これちょっとどこまで映してんやろな、下の方見えないようにして、まあ、下見えても警察署ね、あ、見えますでしょうか、あんまりね、下の番号とか見えないようにした方がいいかな、殺人事件現場という文字が見えました、これこれ、はい、進みましょう、読みますね、この付近の山端で、あー、いい、進んでください、進んでください、行けますか、行けます、一応ね、まあ、看板がありますと、でこの赤い文字、殺人事件現場と書いてます、この付近の山端で、殺人死体遺棄事件が発生、人、車を目撃された方はご協力お願いしますって書いてるんですけど、なんか上にプリクラみたいないっぱい貼ってる、何あれ、なんか写真みたいなね、ビックリマンシールみたいな、シールぐらいのサイズの、なんでしょうね、ありがとうございます、通知リストに入れてくれたんですね、はい、キャス初めて始めました、アローさんありがとうございます。奈良県にある白鷹大神っていう心霊スポットが近所にあるんですけど、やばいです、これはちょっとね、行きましょう、あそこですね、謎の新興宗教施設ですね、白鷹、いや僕詳しいですね、詳しい、お前ら行くなっていう番組で誠さんたちは行ってましたね、通知リストに入れて、とりあえずここは避難場所ですね、はい、これどうしよう、行きます、どこをどう行くんですか、だから車止めれるところに止めて、はい、墓地入り口っていう、墓地入り口行ってみます、これ行ってみた方がいいでしょうか、皆さん、いい感じなんで見つけますね、はい、あで、インカメラに、インカメにしましょう、はい、はい、で今止まってます、これはちゃんと伝わってますでしょうか、はい、私まだ小学生の時に近くに行ったら男性の、声に追いかけられて怖かった、それは変質者ですね、松原さんネタも面白くて男前です、こういう人いるんですよこういう人がいる、こういう人がいるんですよ、ありがとうございます、何なんですか、これはでもな、すっげえ雨なんですよ本当に、はい、谷さんキャス始めるんですね、楽しませていただきます、 ありがとう、若林さんありがとうございます、一応ゲイ2人でお泊まりキャスっていうのは、だから、いや実はあれなんですよ、うわすげえ充電のヘリすげえな、某、そもそも某幽霊ホテルじゃないかなっていうところに今泊まってまして、はい、でそこからその近くの心霊スポットに行ってみようということなんですよ、花井さん少し前に角沢浦でバッタリ会いびっくりしました、ああバッタリ本当に花井でしょうかね、それはいや花井でしょう、間違いないでしょう、それは
はるかの方ではないでしょうか。いやいや、それやったらこっちの方が分かりやすい。幽霊は慣れて怖くない。いや、怖いですよ。わぁ、なに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 、あ、が、あ、こうか。もう、あ、が、全然見えへん。ガーでしたね。こう、あ、ええねんのネタ好き、ありがとうございます。花江さんのファン、なになになに、あ、ガーでした。ガーが、はい、ガーが来ました。これなんかいろいろ入れてくれてんねんけど、なにこのお茶とか。あ、あのね、なんかたまったらお茶はその気持ちですよ、はい、おしゃべりしてて喉乾いたでしょっていう気持ちをくれてるって気持ちを、はい。で、なんかコインとかが30分で切れちゃうんですけど、なるほど、何個かコインもらってるとそのまま続けていけるみたいな、はい、なんかそんなんのはず。ああ、ありがとう、なんかお茶くれた、はい、ターニャンさん、ありがとうございます。どうします、止めて行く、ちょっと歩ける範囲まで、それはもちろん、こう聞きま、はい、行ってほしいですか皆さん、あの行ってほしい人、某ハイランチまで行ってくださいみたいな書いてくれたら行きましょうよ。なんかなんか今光りませんでした。おい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 、やめてくれよ。もうこれはもうこれはね、やめろやろう。こういうのはもうだってあるもんですから。それ光の、あの話しましょうよ。何、あ、行ってみよう、来ましたね。あ、初見です、ありがとうございます。松原谷しております。あの花井二度兵でございます。はい、花井二度兵ですね。二人の松竹芸能の、そう、はい、なんですけど、そうなんですね。ここの2人でよくその心霊スポットに行って、全然番組とか関係なくですよ、自分らで行って映像を撮って、なんか映ったらそれを元にライブしたりとかね、やろうじゃないかって言って、後ろ怖いですね。で、前行ったとこが、これちょっと今からちょっと怖い話しますよ。ありがとうございます。おすすめ配信のところに出やすくなるので人が集まる。あ、そういうことなんですね。お茶が多ければいいほど。これちょっと今から、怖い話しますよ。怖い話というか、あれ去年か、去年かな、去年、去年ですよ、去年です、去年です。去年、大阪の心霊スポットの滝畑ダムというところに行ってきまして、はいはい、それは有名なね、有名な、はい、ところに行ってきまして、で、その滝畑の第三トンネルというところが一番幽霊が出るみたいな、言われてるんですよ、はい、で、そこに行きましたよね。行きました。で、雰囲気がすごくて、はいはいはい、あ、怖い怖い怖いって、うんうんうん、あ、で、行く道中その白いもやがブワーってこうなっ て、で、こんな雨の日でもなかったのに、うん、白いもやがブワーって地面下からブワーって、ね、なんか丸っこくね、包んで、で、気持ち悪いなと思いながら、で、その第三トンネルも目の前に現れて、うわ、怖い怖い怖いって思ってたら、後ろがやけに光るんですよね、はいはい、で、なんかね、もう嘘やろみたいな、うん、轟音がグワン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 って聞こえてきて、パッて振り返ったら僕ら暴走族に囲まれてた。暴走族に囲まれてた。走り屋みたいなね、なんかもうやばいやばいやばいと思って、もう急いで帰って、だからその日ね、あの大阪で、有名な花火大会がありまして、 PL の花火大会があった日の夜中やったんで、そういうヤンキーの兄ちゃんたちって花火大会した後に多分心霊スポットに行くのが恒例なんですよ、はいはいはい、で、まさかの後ろから改造バイクたちが押し寄せてきて、で、急いでもう逃げてきて、で、いや、これちょっともう滝畑トンネル入れんかったな、入る前に囲まれたから、どうしようかってなって、もう一つ近くに首なし地蔵があるぞと、何個も並んでるみたいなね、はい、で、じゃあそれ探しに行こうということで、一応こう地図はこの辺にあるなっていうところを車で行くんですけど、全然一個に見つからないんですよね。で、何周もぐる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 回ってたんかな、で、あれ見つからんなって言ってたら、花井くんが、え、ちょっと待って、カーナビおかしいですよみたいな話になって、で、カーナビを見たら、僕らその滝畑ダムなんですよ、ダムの上をずっと走ってることになってたんですよね。ダムのちょうど真ん中ぐらい、そうそうそう、ある意味わからんなかった。で、今年ですよ、滝畑ダムで、謎のそのままダムに突っ込むっていう事故がありまして、はいはいはい、少し前ですね、少し前、はい、少し前です。あれ5人の方亡くなられたんですけど、あれって
不思議なのがブレーキ痕がないんですよね、うんうん、だからそのままスピードを緩めずにダムに突っ込んでいたっていう、はいはい、でその場所っていうのが、うん、おそらく僕らがぐるぐる回ってた場所、はい、そうそうですね。これはめちゃくちゃ怖かったですよという、わかんないです、あのままね行って、はい、最終的に僕がナビをどうしようかな、いやそれは僕の携帯です、はい、あすごいいっぱいなんか書き込みしてくれてはった、心霊スポットとか、うん、ヨーチンさん、うん、少し興味あるけど怖いの無理やからという、うん、はい、ごめんなさいごめんなさい、それはほんまにごめんなさい、はい、怖いのでもう諦めてください、怖いことしかこれ配信できないので、うん、お茶ポンティニコにお茶ありがとうございます。生駒式スカイラインあ生駒のね式スカイラインはい、すごい有名なところです。首なし地蔵行ったことあります。ああ、あるんや、どこにあんのあれ。でもその時も霧がすごくて前が見えなかった、だからやっぱなんあの霧、僕の携帯ですって受けた笑。ああ、ね、こんばんは。大勢さんも来てくれましたね、ありがとうございます。今来てくれた人にこれ何回も説明した方がいいよね。そうですね、言っといた方がいい。今まあ簡単にあの S 県の某心霊スポットにを目指していてるんですけれども、今ちょっと僕ら怖すぎて腰が引けてるという状態ですね。そうですね、まあ、一応じゃ あの駐車スペースの方に戻りましょう。戻るで行きましょうか。じゃあまああの、ね、行けるとこまで行きましょう。ツイキャス的には時間的に切れちゃうかもしれないです、ね、でもまあコインが貯まったらコンティヌーいただけると、おおびくさん、はい、ということですね、はい、はい、じゃあちょっと、今から真っ暗になりますけれども、はい、行ってみたいと思います。すごいですね、金曜日の晩だからなんでしょうか、皆さん見てくれているんですね。25、コンティヌー、すごいコンティヌーコインがなんかいっぱい出てきたぞ。行けってことでしょ、行けっていうことでしょうか。これね、でも雨がねすごいんですよ。だから片手に携帯どうしよう、カメラ持っていくね、カメラ持っていきますか、はい、ちょっとね、あ今来られた方にはあれなんですよ、30分延長になったんですか。時間出てないですか。ガタオさんが30分延長になりましたよっていう。なってますね。これは本当に都市伝説とかではないですか、ね、いや延長なってんす。素晴らしい動画になってます、ありがとうございます。あやっぱもやがすごいよこれ。これは雨やからなんでね、絶対ね、はい、そんなに簡単に幽霊は出ない。はい、5枚溜まったので延長だ。そうなんですね、ありがとうございます。ここ怖い。うわあすごい嫌やな。まあでももちろんその行けるところまでね、その無理な感じとかやったら、はい、はい、その違反はしないんで。これね、あかんわ。えこれもう充電が持たんわ。え大丈夫かな。あのあれ繋ぎながら行きましょうか。はい、簡易、僕もありますね、持ってますんで。ということで、これはそうやな、ちょっとまあだからツイキャス用に行けるとこも、あまあでもカメラ持って行った方がいいか、もう壊れへんかな。まあそうですね、じゃあ花井さんカメラ担当で、はい、全然わかんないですけど、やばいバッテリーが少なくなっております。じゃあまずあの簡易バッテリー、あ、簡易バッテリーに買います。はい。簡易バッテリーどこあります？あるある。うわ、怖っ。あ、電気がつきました。はい。で、いや、これなぁ。いや、でもね、皆さん、はい。周り、家あるの。周りはね、家ないです。はい。ないですが、日本刀を持ったおっさんやったかな。いや、もうそのおっさんって書いてました。日本刀を持ったおっさんが、その廃団地の門番としておるらしいと。だから、あ、僕らはだらこのツイキャスで日本刀を持ったおっさんが見えた瞬間にもう僕らはブレアウィッチプレジェクトなのにこうなります。ガターンってなりますんで。
よしよしよし。よし、じゃあちょっと行きますか。カメラあります、ね、カメラ大丈夫、濡れいけます。あ、こっちのカメラ、ね、今一応言いますとですね、ハイランチね、見たい、僕らもね、見れるもんだから見たいんですけど、でもあそこからほんまに、はい、なんで墓地墓地って書いてたからさ、なってんのかがもう、ね、ちょっと待ってくださいね、はい、まあ、これはね、本当にお前ら行くなとも関係なくて、これは個人的にやっていることでありまして、参加してみて、あ、ありがとうございます、それは警察を呼ぼう、あ、それ、警察を呼ぼう、あ、刀の人、ね、日本刀の人が現れた時はです、いやもう絶対間に合わない警察、交番からそこまで熊と一緒ですよね、だからそうか、これでナイトショットになってるはず、はい、いけます、 行きます。でこれでもう録画状態にはなってんすか、はい、なってないです。ここですよね、はい、これを押したら、ね、そこを押してどうします、いきます、あ、ぼやーってなってます、それはこれをこうしたりこうして、あ、これね、これをこうするとナイトショットになりますんで、もうじゃあナイトショットのまんまでいいですよね、行きましょうか、はい、車のエンジン切りますよ、はいはい、つなぎましたね、つなぎましたはい、はいはい、じゃあ行きますよ、そう、警察来た時にはね殺されてるんですよ、なんでいやーちょっと怖いなー、怖いなー怖いなー、ちょっとまあどこまで放送できるのか、充電とも戦いながら、日本刀のおっさんが出たら新しい拳法の使い手のふりをしよう、ね、真っ暗なんでね見えないと思うんですよね、その新しい拳法かどうか、はい、めっちゃ降ってるやん雨、めっちゃ降ってるやん雨、ちょっとここからはですね、車外に出ますんで声は小さくなってまいりますが、よろしくお願いしたいと思います、はい、花井くんどこ行った、花井くんどこ行った、傘あ、怖いな、よし、じゃあ行きますね、変なもん映ってたら教えてくださいね、よいしょ、あ、もう何も見えへん、何も見えへん、見てますか、あ、もう全然なんかぼやがなってますよ、それあれ望遠、望遠で、あ、あのね、それレンズが濡れてんじゃないかな、ほんまや、拭いてください、ちょっとね、ちょっと行きましょう、消えてます、濡れんのはシャーなんですね、それは重ねまもね、なるべく濡れない、あが、めっちゃ怖いな、めっちゃ怖いっすよ、これはめっちゃ怖いな、何とかないのかな、ね、もうおしまいやな、なんで、あ、でも結局持ってても傘ね、傘差してガサ差して無理ですもんね、懐中電灯あったところで、そうやね、だからあれですやん、何何、あの全然見えてないで、おでこにつけるタイプのあの懐中電灯あるじゃないですか、あのヘルメットの上からつけるみたいな、はいはいはい、あれをやっぱ用意しとかんと、ほんまやな、次はそれ用意しましょう、もうね、何も見えるっていうか、もうライトないから全然見える、山の神って書いてます、全く見えないと思いますが、ずーっとぼやけてますが、これ、あかんな、それ、なん、お、ただ真っ暗なんですか、ね、これ、動画なんですけどね、一応これ、めっちゃ怖いぞ、いや、これ怖すぎますよ、カエルめっちゃ泣いてるやん、いや、まあ、それは、のどかな田園風景ですよ、カエルか、これちょっとほんと水槽とか気をつけましょう、はいはい、でね、こっち、あ、ありがとうございます、ベラベラ大仏さん、うわっ、めちゃくちゃ雨が降ってますね、そうなんです、タイトルにもあるんですけれども、松原谷氏の異界へ泊まろうというシリーズをね、ちょいちょいやっていこうかなと、いろんなところに
みんなで泊まろうということで、一応そういう企画で始まってるんですよ。で今回実はS 県の某、ホテルに泊まっておりまして、やばいやばい光ってる、あ車や車や、これ引かれるかもしれんから、これでも下はこれ見とかんと、これでも向こうめっちゃ怖いやろな、めっちゃ怖いですよこんなやつ、向こうめっちゃ怖いやろな、うわ怖っ、うわこれ怖い、これな、これあかんな、引き殺されるな、この距離感の、はい、街灯のない感じ、いいやこれなかなか、そしてだっておかっぱに、おかっぱにハゲが、その谷さんこれね、ずっとねこの、はい、なんか谷さんの顔にハートみたいなの、わかります、ついてます、え、何このハート、いや、ちょっと何回水滴を取ってもついてん、それはあれじゃないかな、あ、今消えた、え、何顔認証、顔認証なんですか、これ録画されてますけど、はえ、ありがとうございます、これね、見えないの残念ですね、僕らの準備不足で申し訳ないんですが、あ、でも街灯が見えてきた、これめっ、あのね、今から向かうところはですね、S 県の某廃団地でございます、ここなんですよね、え、ここ、ここですよ、入り口見えますか、皆さん、どこに入っていくんですか、これはだからこれさっきもっと暗いんですよ、無理やで、これはあれ、あ、車来た、車来た、やばい、車めっちゃ怖い、ここはもう大丈夫ですか、車めっちゃ怖い、ちょっとこれごめんなさい、ぶれますよこれさ、はい、急に曲がってきたらめっちゃ怖い、いやもうし、向こうめっちゃ怖いと思うよ、めっちゃ怖いですよ、これ車乗ってる人めっちゃ怖いよな、なんでこれこのハートみたいにずっとハゲとおかっぱがこの夜中車道に立ってんねんか、いやこれは無理ですわ、真っ暗すぎるわ、携帯の明かりいける、うわないんですよ、あのね、はい、iPhone、 iPhone です、カメラのビデオにして、でビデオにして、はい、これ影とおかっぱね、携帯のライトでじゃあね、ちょもうね、いやそれで、あ、そうそう、その状態取らんでもその状態で、これで、はい、ちょっと明るくなります、あれ消える、これやっぱ取っとかんとダメなんですね、僕もまあいける、うわもう車めっちゃ怖いわ、これちょっと、あかんわ、車めっちゃ怖い、懐中電灯がね、え、ここ、ここって書いてた、はい、ここって書いてた、ここでしょ、真っ暗の中、本当に、でも墓地って書いてた、あーこれか、あーこれですね、え、ちょっと待って、はい、やばすぎ、ああこれはやばい、あこれちょっとね、とこれはめっちゃ怖いわ、このカメラは編集聞くんですよね、はい、今押さえております、はい、なら何々墓地、ここのカメラ一応全部撮っておきますよ、はい、今からここ向かうんです、僕らめっちゃ怖いし、多分もう途中で諦めます、行けますか、見えてますか皆さん、何々墓地、そして何この伝病、いやなんか伝染病の、え、これ読んでいいの、いやこれね、いいんですかこれ、はい、あの多分これ伝染病にかかった方々を焼いた後、はいはい、これはめちゃくちゃ怖いですよ、なんでこれ、んでさっき言うときますよ、はい、谷さん、はい、僕の携帯のこの明かり、明かり消えますからね、もう消さんといて、だってその充電が、だからこれは、はい、諦めよう、ちょっともうちょっと行けるところまで行ってみましょう、整えてからじゃないと、一応今どうですか、これで谷さんの顔は、僕の顔はこうやったら映るかな、あ、あ、怖っ、あ、どうも松原谷氏です、もう全くコメントがなくなりましたけど、今見ましたかね、寝たんです、寝たんです、皆さん寝たんです、みんな寝たんです、はい、寝たんです、
ょ、行きましょう。伝票、いやこれもう むわわわ、これなんですか。やばいやばいやばい、ちょっと待って、見えるかな。これ、あかんわ、カメラが僕に直接見るかもしれない。これ何これ、いや、これあかんって。焼却炉見えます、これ見えます、これ見えます、これ見えます、はい、見えますでしょうか。まあでも倉庫なのかな、まあ、焼却炉なわけはないよな、850メートル先やから、これね、ようやってんな僕ら。階段、こっち何この階段、階段何これ、寝る階段、階段になってます。うわ、もう全然怖い。はい、27人見てます、ありがとうございます。すごいな、めっちゃ怖いわ。どっち行く、あれ、花井がおらん、花井がおるん、おるんか、びっくりした。これ先あるんですか。いや、これやばいな。ねえ、SK に、これはでも怖っ。これ今ね、花井くんの携帯の光で表してますけど、この電池がなくなったらもうおしまいですからね。僕ら本当に異界に泊まろうになってしまいます。そしてこの雨、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、真っ暗、今すぐツイキャスやめたい、やめてもらいたい、怖い、全然映らへん。いや、ぼやけ続けるんですよ。ああ、それをもう、もう車の、もうそのすぐとこ見ちゃったのにもう見えへん。これやっぱ大丈夫かな。そうなんです、 SK にこんなところがあるんですよね。ただこれ今これこう向きの方がいいかな。これは今僕の顔を写しております。何かが写ったら、写ってたら教えてください。全然見えへんけど、これはな、わかんな、懐中電灯いるな。いや、絶対ですわ。あ、なんか看板ある。あ、看板ある、ね、ね、ここに何すか、はい、飛んでください。あ、危ないから入ってはいけません。危ない、あ、あ、大丈夫さ、はい、あ、こう行き止まりです。あ、やばいやばい、何これ、ちょっとそのやばいやばいやばい、ギリギリまで行きます。ちょっと待って、え、これが危ないから入ってはいけません。こっち道があるってこと。あ、でも、でも元々道やったかもしんないですね。もう完全、もう林の中やで、これ。ちょっと待って、その先になんかあるな。はい、これとんでもない、めっちゃ怖いわ。あ、やばい、祠みたいな、祠じゃないけど、やば、あ、これはここまで一応見せましょうか。はい、ね、あ、これ水だから墓地ですね、墓地ですか、墓地なので、やば、うわ、なんか踏んだ。あ、ほんまや、見えますでしょうか。あ、でも、あ、やばい、照明が見えてます。照明が、まあでも透明からこう、はい、これぐらいから行けますね。はい、これはなんか変な匂いするな。しますね。なんやろ、線香じゃない。あ、ほんまや、線香の匂いするわけないやん。でも線香の匂いしてるな。雨やもん。雨ですからね、匂いなんかするわけない。線香かな、なんかおばあちゃんの匂いしたよな今。しました。怖え、めちゃくちゃ怖いっす。もうやめてきます。もうね、この先は無理でしょ。もう深淵なる闇なので、はい、すいません、ちょっとね、懐中電灯持ってこなかった我々が申し訳ないですけど、ちょっと崖とかですよね、横は。はい、一回退散しますね。一回退散します。あ、バッテリーの残量が少ない。あかんかん、戻りましょう。すいませんでした皆さん、ちょっと戻ります。本当にちょっとね、我々のもう戻り道がもう見えない、見えない、戻り道が見えない。怖えよ。どうですか、これまだ行けます、これで。はい、行けます。
カニさんの顔は生きてる。これは外髪です。あ、こっちです。あのね、ま、光かな、顔みたいな映った、気のせい、光やな。雨やばいです。え、なになに。あ、車の光がようやく見えてきました。はい、線香の匂い、そうそう、デジカフェでも起こったやつ、それそれ、あ、ありがとうございます。植木さんが、そうそうそう、あのデジタルカフェっていうね、みそのビルで働いてるんですけれども、みそのビルのバーで働いてた時に、そのお化けの話をスズッとしてたら、線香の匂いがしたんです、バーで。後ろなんかおらん、気のせいやんな。これでもほんまに、ちょっと、あ、よくないですね。これは、はい。やっぱ、暗いって怖いわ。怖い。本気で怖い。暗いって怖いわ。はい。あ、今見に来てくれました。すいません。ちょっともう、引き返してます。装備がね、少なすぎて。手がね、傘によってもう一本奪われてるっていう、はい、この。クソ雨降ってるんですよ。今から、S 県の防灰で。え、なになに？あの、車で見えてた、もや、はあ。今、ここ、間で。え？僕、なんか、うわ、え、ちゃうんかな？もやが通ってきた？なんか、ひょんって。通っていった。ひょんって。あ、しまった。自画撮りになってた。え？あ、しまった。自画撮りになってた。光かな？光かな？マジで？ちょー。車やったらいつも、周りから湧き立ってる感じじゃないですか。うんうん。が、内側通った感じが。これは、ここすごいですよ。ちょっと、今、はい、いや、むっちゃおもろそうなことになってるんですけど、これね、やっぱり漆黒の闇と大人に守られてない状況ってめっちゃ怖いんです。僕ら大人やけどめっちゃ怖いわ。一旦戻ります。すいません。いや、一旦というか、もう今日は今日は戻ります。これは、はい、僕ら今2人、S 県の某、いわくのついているホテルに泊まっておりまして、はい、でこの近くに、その数年前に団地の住人が急に全員いなくなったと言われる某団地 に向かおうとしておりまして、はい、ただその向かう道中にも殺人事件現場であるとかの看板とか、看板、はい、情報待ってますね、はい、あとなんや、墓地まで数百メートルとか、はい、あと何やった、あの伝染病の焼き場、あと、はい、とかちょっと車の音してんかった、怖いわ、もうめっちゃ怖いわもう一回あれはどうします、え、取っときましょうか、あの看板は。こっちの VTR でも、まあこれは車乗ったら谷さんが、あ、そうかそうか、せやな。すいません、これ、あ、コンティニュー、いや、ちょっとコンティニューされてもう行かないですよちょっと舐めてました。また来ましょう。場所わかります。場所はわかりましたんで、これはまたね、今僕ら大阪の芸人なんですけど、はい、大阪のみそのビルの難波白芸というライブシアターがあるんですよ、はい、そこでいつかこれのイベントをやろうということになってまして、その第1弾の、まあ、試しに異界に泊まろうっていうイベントで、変なとこ心霊スポットで寝袋持って寝ようじゃないかっていう企画のもと動こうとしてたんですけれども、こんなもんむちゃくちゃ怖いわ、こんなもん。はい、雨やし、懐中電灯持ってないし、で、え、何これ、これ何なんですか、この看板。看板、その先のの木がなんか囲まれてて、何やろう。はい、ちょっと車の中に一回避難します。はい、ね、ちょっと民家も一軒だけあるんで、それで怒られないように、ちょっと小声になります。ちょっとめっちゃ怖かったな。いや、これちょっと舐めすぎましたね。一旦車の中に避難しますんで。ああ、めっちゃ怖かった。ちょっと待って、ありがとうございます。
な夜中にね。大丈夫ですか、花江さん。ちょっとあかんか。カメラ。あ、はい。怖かった。めっちゃ怖かった。めちゃくちゃ怖かった。し、え、なんか。え、いや、そのドンってやったからじゃない？コンコンってなって。そうなんですね。おいおい、ちょっとついてきててコンコンされてたらめちゃめちゃ怖いやん。いや、それはあかんわ。ちょっと一応、はい、あ、お疲れ様です。いつでも動かせるようにはしときますよ。いや、でもつけてたらあれちゃう。え、その迷惑だ。これ消して、これでいいんちゃいますか。これでもムーンって音、いや、聞こえへん。大丈夫、雨ですし。大丈夫か。家だいぶ遠いでしょ。ね、あ、ありがとうございます。ちょっと皆さんのメッセージとか全然読めてなかったんですけれども、あー、びっくりした。線香の匂い、あ、そうですね。後ろ気になる。あ、後ろから今音がしましてね。いやー、これ怖いわ。これ怖いっすわ。はい、映ってますでしょうか。いや、そのさっきのさ、その白い光がバーって。いや、だからそんな気がしただけかもしれないですよ。でもね、こっちのね、カメラに、しっかりと映ってるはずなんで。映ってんのかな。あの、あれなんですよ。ええ、つなげて、これがずっとちゃんと合わないんですよ。はい、合わない。ああ、ピントがね。ピントが。ピントが合わない。ちょっと、あの、一回整理しますね。何回も言いますけれども、S 県の某廃団地に向かっておりまして、はい、あ、映ってます。映ってますね。あ、はい、SK の某廃団地に向かっておりまして、で、まあ今日あいにくの雨でございます。はいはい、で、あのね、もっと赤、いや、もうそれそうなんですけど、懐中電灯もええかみたいな感じで、行ってまして。で、その某団地っていうのが、数年前に急に住人が全員いなくなったと言われてる団地、で、さらにその団地の近くの山林で、おばあさんの、遺体が見つかったと。で、死体遺棄事件現場でもあるということで、で、もう一つ、そこから数年経って心霊スポットになったその団地に、肝試しに行った大学生が、謎の日本刀を持った男に切り殺されるという、そういう場所なんですけれども、これがね、あの、地図で調べたら、車で行けなくて、はい、近くまで車をで止めてから歩いて結構その山道を通らないと、はい、そこにたどり着けないという場所なんですけれども、はい、で、まあ、ここがその一番近い車止めれるところ、はい、そこから向かおうとしたら看板が出てきまして、殺人事件現場って書いてありますか、はい、情報を求めるみたいな、ね、情報を求めるっていう、ところでして、はい、で、何って思って、じゃあってことはおばあさん殺されてたっていうのはこれ本間の話、これ本間なんですよね。そうそう、本間の話なんやっていうことになって、うんうん、で、その、まあ、一応地図でその細いどの道を通ったらその団地に行けるのかなっていうのを、あ、多分この道やなっていうところに看板が立ってあって、はい、で、その看板を見ると、何々墓地数百メートルって書いてるんですね。で、え、墓地なんみたいな。そうですね、団地のはずやねんけどな、うん、思って、で、もう一回ちゃんと確認しに行ったら、その下に伝票焼き場跡みたいな、ね、なんか屍的な感じの、はいはいはい、伝わる病気の、はい、なんか伝染病の患者さんたちの、まあ、焼かれた場所なのかなっていう、15人くらいでマイクロバス借りていきましょうって言ってるけど、絶対やめてた方がいい絶対にやめてた方がいいです、って書かれてまして、はい、で、いざ行って
てみたら、まあまずまあ深淵の闇ですよ、真っ暗で、真っ暗で、で、なんだろうな、あの倉庫みたいなのがね、ところどころ、はい、もちろん今鎖もされてるみたいな、はいはいはい、調査されてて、でなんかあの なんやろうな、そのこれ以上行ってはいけませんみたいなのがあるわけではないねんけど、変 なんか、ね、低い石のだ、まあ、あれは車を止めてるんだっていうことかのがあって、でその先行くとあのお墓に水かける、あれなんていうんですか、はい、桶の置いてるとこがあって、はい、でそこを、あ、ここに桶あるわって思って見に行った瞬間っていうかね、山ではありえない匂いがした、うんうん、はいはい、なんかあの線香の匂いというか、うん、いやこれ、うん、昼間で、はあ、墓地で線香の匂いって当たり前やないですか、はあ、まだ あってもおかしくない、ね、そうそう、焚いてるかもしれない、うん、はあ、雨ですよ、雨やね、うん、絶対ないね、この時間ね、もちろん人もいないですし、はい、ましてや雨の中そんな線香焚くなんて、あのおばあさんの匂い、おばあちゃんの匂いって、うんうん、線香の匂いもありつつ、なんかこの据えた匂い、はいはいはい、ほこりっぽい匂いの中になんか甘みというか、なんかね、その嗅ぎたくない甘い匂いがしたんです。それが、少人数でやったら出やすいらしいですよと。ああ、そこがですか。ちょっと言葉を失いましたけど。いやで、そう、明らかに雨の中、山道であんな匂いするわけないなっていう匂いがパッとして、で、花井くんのこのライトを照らしてる充電ももうなくなってきたみたいになったので、ちょっと我々、100メートルも歩かぬうちに退散する羽目になってしまいましたけれども、いやー怖かったなぁ、うん、で帰りに道に花井と僕の間を白い光がもやがブワーッと来たとね、怖かったです。あの皆さん、なんで2人でやったら相当やばいです、あ、少人数やったら出やすいらしいから、なので2人だったら相当やばいですよということですよね。ちょっと次3人にして、あのちゃんともかあの懐中電灯役がいるわ、ちゃんとこれめちゃくちゃ怖かったな。夜やからかな、やっぱ暗いの怖いわ、怖いわ単純に怖いわ。なのでね、あのコインもくれた方すごい、もう2ね、ずっと見てくれた方、はい、ありがとうございます。だからまた次回やるときにそのコインとかは使えるんで。あ、そうなの。確か置いとけたはずなんで、ちょっともう初めてなんで、ちょっと、はい、これ声とか聞こえてるんですよね、ちゃんと反応あるってことはね、大丈夫ですよね。でもね、今から戻るところも僕ら二人が泊まってるところも、いわくつきで、はい、大島てるさんのサイトで調べさせてもらいましたら、はい、しっかり飛び降りているというね。まあ、でもその部屋かどうかわからない、はい、で今から戻る部屋っていうのは、うん、口コミであそこ出るやばいみたいなのがずっと書かれてる、うん、行くんじゃなかったみたいなの書かれてる。具体的に何が出るとかが、うん、は書いてないんですけれども、はいはい、でそこに泊まってるんですよ、はい、でそこで2人寝るんですけれども、そこにもカメラを仕掛けて、ちゃんと現象を確かめたいなと、はい、思って、俺もそうしっかり飛び降りてる。でね、窓開けたら網がしてあったん。網がね、そう、そのベランダの外には出れないぞっていう、鳩よけみたいな、はいはい、で隣の部屋見たら網してなかったよね、うん、ってことはこの部屋みたいな感じになってんけど、反対側の隣見ても網してた。網してたんです。ほうほう。網してたんです。うん。あれどういうことやろ。網してないのとしてるの、ネットしてるのとしてない、何が違うんやろな。うん、で外に出て、うん、で外からその某ホテルを眺めると、
何個か網してる部屋がある、はいはいはい、でそのうちの1個がもう明らかに鉄格子みたいな、あれ網じゃないですよね、鉄格子一部屋だけで、どこ見渡してもその一部屋だけなんですよね。そう、絶対あの部屋、多分あそこだと、絶対あの部屋、後ろびっくりした人かと思った、何でしょうこれ、後ろびっくりした人かと思った、あ、これじゃないですか、あ、びっくりした人かと思ったってこと、あ、びっくりした、これね、あの、あと 5分ですか、じゃあまあ戻りますで、このカメラは、あ、カメラはじゃあ撮影用で、戻ります、それかそのカメラであの看板だけ、あ、看板だけね、最後撮りましょうか、もう一度ね、はい、じゃあ一旦ここの、もう一度先の、はい、電源は消しますよ、明かりはね消しますんで、はい、はい、ありがとうございます、見に来てくれまして、起き出しました、これな、そうやな、宣伝とかしとこうかな、うわめっちゃもやが、すごいこれ、だから僕ら歩いて立ってて、これを見た車はめちゃくちゃ怖かったやろうな、めっちゃ怖かったっすよ、めっちゃ水、めっちゃ怖かったっすよ、絶対車、僕運転するんでやっぱ怖いっすね、そんな人おったら、この時間に人を2人立ってたらめっちゃ怖いよな、まあ1人でも怖いけど、いやここはここが墓地ね、もう今度絶対もっとちゃんとした状態で、はいね、行きましょうよ、これは怖かった、これって録画ってできるの、このもう一回放送するみたいなって、保存ができるはずなんで、保存できるんかな、じゃあこのまた後で見返して、あ、ここ変な映ってたみたいな確認もできるっていうことですよね、開きましたね、この開きましたね、どう、ライトはつけといた方がいいですか、ライトつけときましょうか、これちょっとね、はいはいはい、はい、これ、はい、ごめんなさい、僕のカメラで撮っときます、今あかんわ、全然映らないですか、全然映らない、もうちょいギリまでこれで、あ、はい、これで映ってますが、こっちでは映ってるけど、うわ、これ携帯で撮りたいな、写メ、写メ撮られへんのかな、僕ので撮ってきましょうか、届いてもらっていいですか、ちょっと携帯じゃん、あ、いいです、いける、あ、ん、はい、あ、写真こちらですね、見えますでしょうか、殺人事件現場と書いてありますね、はい、これで、はい、ときます、はい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 、 OK ですね、はい、 OK です、はい、それでは、はい、それでは、あと3分ですけれども、ちょっともう怖かった、いやほんま怖かった、あの、あ、そうか、あれ撮った、あれも撮った、あの、なんか、あ、伝票、伝票、お前撮ってないか、じゃあ戻って、はい、撮れるかな、ありがとうございました。あ、もうあと2分で、もうすみません、延長しませんので、はい、我々はもしかしたら夜中ホテルで何か起きそうな気配がしたら、はい、再びツイキャスを始めるかもしれませんけれども、そうですね、明らかに誰かが部屋の中を歩いてる音がするとかねでももう皆さん遅いんでね、もう遅いんで、まあでもだって明日休みでしょ皆さん、はい、まあでもそうですよ、で、はい、保存もできますしね、ああね、また見てください、あちょっと待って、こっちもある、あ、お前ちょっと待って、戻ります、こっちにもあった、両サイドでありました、もうこっちから戻りますか、はい、はい、はい、あ、もうでも1分何棒ぐらいですけれども、こっちにもありましたね、これ気づかなかったですね、これ気づきませんでした、はい、はい。何かあったらキャス始めてください、はい、始めさせてもらいます、松原谷氏の異界に泊まろうというタイトルなんで覚えておいてくださいいいですね、僕今年あれなんですよ、すごい階段ツアーを銘打ちました、ね、あ、そうですね、夏場、はい、すごいですね、あと30秒しかないですけれども、松原谷氏の呪いのお中元サマー階段ツアー2016というのをやっております、あの 20箇所回るんです、19箇所か、回りますんで、皆さんよかったらツイッターの方で、はい、あの、どこどこいついつやるって書いてますんで、そちらチェックして、あのコメントで
行きたいですって言ったら、あの 前売りで取り置きしておきますんで、最後宣伝しておきます。またやります。あ、ここか。またやりますんで、やばい、後ろ車来てる。またやりますんで。